日本とシンガポールの関係は親密と言われるが、日本はシンガポールの独立以後、経済的、政治的なつながりは緊密なものである。政治的な面でも、シンガポール大統領が来日、首相と会談という機会もあり、2016年は日本・シンガポール外交関係樹立50周年という記念すべき年でもある。そんな日本とシンガポールとの関係を象徴するように、シンガポールの首相の来日が話題になっていた。では、どうぞ。休暇を日本で過ごすため、今月24日からご家族と共に来日されているシンガポールのリー・シェンロン首相。実は、リー首相が休暇で日本を訪れるのは2年連続のことで、さらに2006年と2013年にもプライベートで訪日されているなど、大変な親日家でいらっしゃるようです。昨年はご一家で北海道を旅行されていますが、2006年も北海道、今年は東京、明治神宮など、新潟、燕三条市、十日町市、美人林、長野、地獄谷、軽井沢を回られているようです。ご自身の SNS に旅行先で撮影した写真を投稿されており、シンガポールの方々から多くの反響が寄せられています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本は私たちの首相さえも魅了してたのね。日本に毎年旅行に行くのは私だけじゃなかったんだ。綺麗だな。日本に行けるなんて首相はラッキーですね。次のホリデーは俺も日本に行きたい。兄一家が毎年のように日本に行く気持ちもわかるよ。日本がファンタスティックな国なのは私も同意。多くの人にとって学ぶ価値がある国だと思う。私も以前に長野に行ったことがあって、その時は自然の脅威に魅了された。首相がリラックスして日本を楽しんでいるようで本当に良かった。日本はいつだって素晴らしい旅行先。私はほぼ毎年のように行ってるよ。わお、私たちの首相は日本旅行が好きだね。最近、北海道のニュースをよく聞くから、日本がすごく恋しい。また、日本に戻れる日が来るといいな。去年のバケーションも日本だったよね。どうして、他の国には行かないんですか？いろいろな国に行った方が楽しいのでは？好みは人それぞれ。私も日本が大好きで、毎年3、4回は行ってるよ。もちろん、他の国も旅してるけど。僕も、11月に、静岡で日本を満喫してきたばかり。首相も、日本での休暇を楽しんでくださいね。また日本？どうして、中国には、一度も足を運ばないの？日本には、ユニークな自然があるから、散策するには、間違いなく最高だよ。日本は旅行には最高だよね。日本人にはシンガポール人が学ぶべき本当に素晴らしい資質がとても多いし、美しい写真をありがとうございます。地獄谷のお猿さんたちは普段何を食べてるんだろう。首相、老後は旅ブロガーとして人気に火がつきそうですな。ようこそ日本へ。この最も幻想的で美しい地でゆっくり休んでください。日本在住。首相が楽しんでくれていると嬉しい。今は、日本を旅するシンガポール人が多いようだね。首相の投稿を見て、日本に行こうって、人がもっと増えそうだ。来年のクリスマスシーズンは、俺も、彼女と日本に行こう。日本の質の高い料理も楽しんでほしいな。値段はかなり高いけどね。雪景色の美しい写真をありがとう。我が家も来年の冬休みは日本に行こうかしら。私たちも12月初旬に家族で東京に行ったんです。本当に素晴らしい場所でした。写真は皇居で撮影したものです。素敵な写真をありがとうございます。俺も2週間前に新潟を旅行してきたばかり。日本でのオフを楽しんでください。軽井沢いいよね。俺も大好き。素晴らしい旅行になることを願ってます。だけど、日本とあまり接近しすぎることは、今のシンガポールにとって良くないのでは。
さまざまな状況を正しく考慮して、正しい政治的アクションをとってください。日本の温泉が好きなのは人間だけじゃなかったのか。ご家族との美しい日本での旅行を楽しんでくださいね。僕も野猿公園に行ってきたよ。首相は、去年も日本に旅行に行ってたよね。どんだけ親日家なんだ。俺も嫁を連れて日本に行きたい。だけど、彼女には、冬の日本は寒すぎるようなんだ。オーマイガー。首相も親日家だったなんて。私たちのフェイスブックグループに入ってくれないかな。ええ。首相は日本オタクだね。とか言いつつ気持ちはわかる。日本は本当に興味深い国だもん。美しい写真をシェアしてくれてありがとうございます。私たちも日本がとにかく大好きで、すぐにでもまた戻るつもりです。どうかゆっくり休息してくださいね。日本の風景は素晴らしい。俺も何度も日本には行ってるけど、全然行き足りない。軽井沢の他に金沢もおすすめの場所だよ。首相もぜひ行ってみてください。日本の自然風景は美しい。我々のボスは、俺と同じくらいに日本を愛してるようだ。日本は美しさと恐ろしさが混じり合ってる。日本列島には、いつ地震が起きてもおかしくないから。サムライスピリッツは、そういうプレッシャーが生んだのかもね。日本もサムライスピリッツも大好きだけどさ。しかし、シンガポールでは英才教育が行われ、現場では小学生低学年生が英語を完璧に操るとも伝えられている。これからの日本とシンガポールとの関係も次世代になると新しい天気を迎えるのかもしれない。